武蔵先生のレトロゲーム部。どうもこんばんは、武蔵先生です。ということでね、実はね、結構買い込んで紹介してないゲームっていうのがねたくさんあったんで、それをちょっと今日は紹介していきたいと思います。前回PSP の方で旧流行り神ね、3部作コンプリートしました動画を上げたんですけれどもね、実は PSP のソフトでまだね紹介してなかったのがあったんですよね。買ったものでね、その流行り神よりも前に買ったものなんですけれども、まずはねこちらでございます。ザザンと、はい、これスクウェアエニックスから出てます、ザ・サード・バースデーっていうね、ちょっとまあバイオハザードチックなゲームになるんですけれどもね、武蔵先生これ知りませんでしたね。このゲームの存在を知りませんでした。でこちらね、まあ、主人公のねこの子が戦うんですよ。なんかちょっとねバイオ的なモンスターたちとね。で面白いのがこの子が直接その敵がいるところに行くんじゃなくて、なんかねこのいわゆる精神っていうのがね、精神だけをその現地に送り込む、飛ばすみたいなね。でまあ、戦場的なところには兵士たちがいるんだけど、その兵士の一人に、まあ、憑依するみたいな感じなんですよ。で その兵士に飛ばすとね、自分の精神みたいなものを、姿もねこの女の子に変わるので、例えば持ってる弾とかがなくなっちゃったら、また近くにいる兵士にこうまた乗り移れるんですよね。そうすることによって、また乗り移った先のアイテムの人が持ってたアイテムを使えたり、あとは例えば死にそうになっちゃった時に近くに味方が いれば、その味方の方にまた乗り移り変わるっていうの。そうすることによってまたねその体力がね満タンの状態でね、戦えたりとかね、その辺がちょっとまあ面白いですね。まあ、ただね結構難しくて、武蔵先生も何時間か遊んだんですけれどもね、途中ちょっとねクリアできない壁にぶち当たってしまいましてね、そこでちょっと止まっちゃって、まあ、今は流行り紙をずっとやってるわけなんですけれども、まあ、なかなかね面白いですね。これ、税込みで300円しないぐらいでしたね。結構おすすめだと思います。アクションゲーム得意な方は多分ねサクサク進められるんじゃないでしょうか。武蔵先生はアクションゲーム苦手なんでね、ちょっと途中で詰まっちゃってますけれども、まあ面白いですね。続きましては、ね、こちらでございます。ザザンと、これね、ジャンヌ・ダルクっていうねソフトです。まあ、ジャンヌ・ダルクって歴史にも登場する人物なんですけれどもね、最後なんか魔女裁判みたいなのをかけられて、確か殺されちゃうんだっけ、処刑されちゃうんだったっけ。ミラ・ジョボビッチがね主演のジャンヌ・ダルクの映画、もうねかなりね昔なんで若い方はね知らないかもしれないですけどね、かなりおすすめですね。映画ミラ・ジョボビッチが好きっていうのもあるんだけどもね。でね、このゲームはジャンル的にはねこうシミュレーションですかね、こうほらマップにねこうマスがあって、交互に進んでてはね、コマンドで選択して敵と戦うっていう、まあ、タクティカルシミュレーションというの詳しくは分かんないんだけどね、これはねちなみに、まあ、ソニーから出てますね。これね当時PSP を持ってた時にね、多分ね一緒に買ったソフトだと思って、確か同時に買ったソフトで結構遊んでたんですよ。じっくり遊べる。でまあジャンヌ・ダルクっていうのがね好きだったんでね、でねこれもね、まあ、クリアまではいかなかったかな、なんか途中で積んじゃったかなんかして確かやめちゃった記憶だけがね残ってる感じですね。まあ、ただかなりのね、名作だと思います。確かね遊びやすかったと思います。ということで、まあ、今回はちょっとね PSP で紹介してないソフトをね2本ばかり紹介いたしましたけど、まだねプレイステーションのソフトでね買って紹介してないのが結構たくさんあるんでね、まあ少しずつ紹介していこうかなと思いますね。それではねご視聴ありがとうございました。